で結局ね、まあ、さっきの話によると、じゃあ周囲さんどうすればじゃあそんなヒットコンセプト作れるのかいなと。まあ、結局、戸張さんとかも山川さんとかもこのコンセプト力なんですよね。コンセプト力でやっぱお客さんをしっかりと集めてるっていうところがあるんで、コンセプトどうすればいいのかっていうと、オリジナルヒットコンセプトを作成するためのテンプレートっていうのが、まあ、うちの大人の企業専門学校っていうのにはあります。で、よくあるのが、これ職人技、まあ、これオリンピック選手だったりとか、いわゆるですね、一能のまあ伝統芸能の家系で育った人だったりとか、一つのものをですね、ずっと極めてる人、例えばドクター、お医者さんとかもそうですよね、にも言える話で共通点があるのが、1万時間の法則って話、皆さん聞いたことあります。これ、いわゆるあれですよ、自分がどんだけ苦手なことであったりとか、好きでないことであったとしても、1万時間それずっとやり続ければ、嫌でもその道のプロ、天才になれるよって話なんですよね。そう。だから実際に僕は予備校でね、一時期バイトしてたことがあるんで、そのデータを見たことがあるんですけど、東京大学にですね、受かる子たちが、高校3年間で机に向かってる平均の勉強で時間って、だいたい7500時間から8000時間なんですよ。だいたい毎日1日8時間机に向かってるんですよね。だからだいたい1万時間なわけですよね。であったりとか、まあ勉強でもそうだし、これビジネスでもそうです。で、僕らは、これ1万時間っていうのはもうとっくに達成してますよ。まあ僕も会社、フリーランス歴で5年経つわけですけど、1000名以上いろんな人のやっぱコンセプトを僕ら作ってきてるわけですけども、そこで体系化したそのテンプレートとかノウハウとかその感度っていうのは僕らにあるわけですよ。で、例えばね、じゃあお医者さんに例えますけど、まあ、僕もあんまりかかることないですけど、僕5歳の時ね、2週間ぐらいなんかちょっと病気で入院してた時があるんですけど、お医者さんにその時なんかすごいかっこいいなと思った時期があって、医者って、基本的にすごい難しい、医学部っていうね、結構むずいじゃないですか。合格して、そっからめっちゃ高い学費、まあ、慶応の医学部とかでもだいたい4年間で、多分5、6千万ぐらい、4千万ぐらいかな、なんかかかるらしいですけど、高い学費を払って、高度な勉強を受けて、6年間ですよ、しかも。だから、一浪して20歳で大学入っても、医者として活躍できるのは27歳からなんですよね。だ結構6年間一生懸命勉強して、そっから、1年目とかで研修を積んで、研修医から経験を積んでいって、そっから、ね、外科の人だったら手術ができるようになったりとかっていう風になるわけですけど、まあ、1万時間以上彼らは努力してるわけですよ。で、それをですよ、と同じことが、私はね、100時間ちょっとそれかじっただけでできますよって言ったら、まあ、舐めんなよって話じゃないですか。ね、まあ、これはもう SNS とかマーケティングの世界でもそうなんですよ。だから皆さんがこのコンセプト力、僕らと同じコンセプト力をつけるとしたら、1万時間努力しないといけないんですよ。1万時間努力しないといけない。だから、それはさすがに難しいだろうというところで、僕らが皆さんに出せるバリューとしては、まあ、例えばうちの学区とかだったらそういったテンプレートとかっていうのが、まあ、初回コンサートで一緒にコンサートは僕ら作らせていただくんですけど、そういったところはバリューになります。まずそのテンプレートもとして、こういうふうにコンセプトを作っていけばいいのかっていうのは、まあ、学科で一緒にやったりするんで、まあ、そこはね、僕らにお任せいただければと思うんですけど、一応まあ、軽くね、まあ、ちょっと紹介させていただくと、うちの、まあ、大人企業専門学校、いや、オタクのところはどういうふうな順番でコンセプトを作ってるのかいなと。まあ、うちは全部手のひら明かしてるんでお見せすると、まあ、この1から9のステップ、この9ステップに沿って、コンセプトの作成マニュアルを作ってます。結局、コンセプトってのは、どうせそういうのセンスなんでしょうとか、いや、私の商品は本当に、魅力的なコンセプト作ってくれるのかなとか、もちろんそういう不安ってあると思うんですけども、すべて体系化されたマーケティングっていうのはサイエンスであるところなんですね。科学。だから、まあ、この順番に従って、魅力的なコンセプトをうちは作ってますと。まあいうことですね。で、まあ、まとめて言うと、強み発掘の棚卸し作業になります。これがあなた自身の強み発掘の発掘作業。今すでに商品を持ってるよっていう人であったとしても、売れてないもしくは集客できないんだったら、まずコンセプトから見直した方がいいよっていうところが、まず1個目の、ね、ポイントになってきます。はい。ということです。だからまあ何度も言う、もうしつこいよっていう人もいると思うんですけど、めっちゃ重要なこと僕何回も言うタイプなんでね、コンセプト力がめっちゃ重要ですと。もうコンセプトイズキングですよ。マーケティングはコンセプトイズキング。もう、今、僕らも相当ね、僕の同業者の方とかで、まあ、結構ね、Facebook で出てくる有名な方とかも、結構知らない方多いですけども、やっぱ売れてるところとかって大体やっぱコンテンツイズキングもしくはコンセプトイズキングなわけなんですよね。コンセプトがいい。だから、基本的にはま、自分の活かした商品を作って、そこでま、今度 SNS でお客さん集めてくるってなった時に、まあ、ここは皆さんね、結構アンケート知りたい方多かったと思うんですけど、やっぱ集客なんですよ。集客のスキル。まあ、これが重要。で、結局、ほとんどのフリーランスがね、稼げてない原因っていうのは、みんな集客できないんですよ。集客。大事になってくるのは、もう結局これだけです。もう、ヒットコンセプトかける SNS 集客。もう、この2つがあれば、フリーランスとして成功できるって話なんですよ。ヒットコンセプトかける SNS 集客ね。で、実際、僕今日よくライブとかでこういう話するんですけど、個人事業主で年収1000万以上稼いでる人の割合ってどれぐらいなのかっていう話があるんですよね。どれぐらいなのかと。で、結局これ国税庁に出してるデータによると、皆さんどれぐらいだと思います？まあ、これに答え書いてありますけども、実際ここですよ。たった 4% しかいないんですよ。まあ、個人事業主ってのは、いわゆるフリーランスも含めですよ。で、ちゃんと青色確定申告してる個人事業主で、
の中で、まあ、大体日本に500人ぐらい、500万人ぐらいいる。たったの 4% しかいないんですよ。1000万稼げるフリーランスだね。これ何なのかって話なんですよ。なぜなのかっていうとみんなこれができないんですよ。これはエンジニアも一緒です。デザイナーも一緒です。自分にスキルがあったとしても、よくスキルがあれば稼げるっていう人いますけど、嘘ですからね。プログラミングできますってスキルがあったところで、あなたにお仕事振らせてくださいっていうふうに言ってもらえないと、結局、お客さんを集客したりとか、案件を集める力がないと、あと売る力がないと、結局お金にならないわけですよ。プログラミングだけできてもね。だって仕事振ってくれる人がいないんだから。で、フォトグラファーさんは、ね、写真にお金を払ってくれるお客様がいて初めて成り立つ仕事ですよね。コンサルタントもそうですよね。コンテンツ販売も物販も全部一緒です。だ結局ここになってくるわけなんですよ。フリーランスがセールするのもこれしかない。これしかない。で、じゃあどういうステップを辿っていけばいいのかっていうと、基本的にはやっぱ認知、ファンか、クライアントですよね。もう基本この3ステップです。まあこれめっちゃ重要なんで覚えてほしいんですけど、まあ認知、ファンか、クライアントね。認知、ファンか、クライアント。で、認知っていうのは、自分のことをまず知ってもらうってことですね。知ってもらう。で、ファンになってもらう、まあ、お客さんになってもらうっていう、まあ、ことなんですけども、全体像としては、まず、認知。認知ってなったら、僕、北野ですよね。北野さんって、が大人の企業専門学校やってるよ。多分、皆さんこれ知ってくれてると思うんですよ。だから、僕は認知では成功してるんですよね。で、例えば、今日皆さん受けてくださってるかなって、自分が、こう、英会話コーチしてるんだったら、僕は英会話コーチしてるよっていうことを、多くの人にまず知らせなきゃいけないわけですよ。そのために、まず、インスタね。インスタで情報発信をして認知をこうやってまず広げていくんですよ。この認知のはこうやってじわ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 広げていくわけですね。で、インスタグラム内でインプレッションをどんどん稼いでいく。まあ、閲覧数を稼いでいくと。フォロワーを増やしていくと。まあ、輸出はありますと。で、次に、インスタで、先に全体像の話しますけど、インスタでまずフォロワーを増やします。そっからどうするのっていうと、まあ、2パターンやり方があるんですよ。2パターン。で、まず1個目は、インスタでフォロワー集めた後に、そこで、まあ、ストーリーとかを使って信頼関係めっちゃ構築して、インスタグラムの DM って知ってます？ダイレクトメッセージ機能っていうのがあるんですよね。まあ、Facebook でメッセンジャーみたいなやつ。そのインスタの DM で、個別相談。ね、個別相談とか、まあ、うちの生産でいるんですよ。もうインスタグラムで、もう LINE アップ使わずにね、から DM で案件取ってる人とか、仕事取ってる人全然います。まあ、これもできます。それか、もしくは、まあ、安牌なパターンは、インスタでフォロワー増やします。で、そっから LINE アップに誘導する。ラインアットっていう、まあ、いわゆるメルマガのライン版ですよね。まあ、このラインの話は明日またしますけども、このラインアットに誘導して、そこで、まあ、独自のコミュニケーションをしっかりと実践することで、最後はもうこれです。もうライン通話。もうライン通話で、お客さんと別に一回も会わずとも、高額な商品っていうのが、むしろお客さんの方が、もうそれもっと詳細知りたいですと、まあ、いう形で商品が売れると。まあ、いわゆるクロージングはもうライン通話か、もしくはもうズームですよね。ズームの個別で、まあ、顔出ししてね、そこで、うちはこういう感じでやってますよ、みたいな。っていう感じで、契約を取っていく。まあ、クライアントになってもらうと。まあ、いうイメージですかね。で、まあ、物販の場合とかあったら、もうインスタグラムからそこからもうストーリーローンチとか、まあ、投稿ローンチって、まあ、言葉の難しいんで置いときますが、そういうインスタローンチってやり方で、その、信頼を高めていって、そこで一気に物を売るってやり方もあるんですけど、基本的にはまあ、インスタラインですよ。インスタラインで、最後はもう、LINE 通話か、もしくはインスタの DM からそこから電話。まあ、インスタでも電話できますからね。もしくはもうインスタの DM から LINE 交換して電話で営業みたいな。まあ、簡単に言うとこういう感じです。で、もちろんね、じゃその電話ってどういうテンプレートに基づいて話せばいいのとか、それ全部テンプレートあります。で、インスタグラムで DM どういうふうに送ればいいのテンプレートあります。で、LINE の配信どうすればいいのかテンプレートあるし、明日また詳しくやります。まあ、うちが実際反応が良かった LINE の配信の事例とかもね、明日実際に画面共有してお見せさせていただくんで、これはね、明日楽しみにしておいてほしいんですけど、今日はちょっとインスタメインで話していくね。はい。で、まあ、SNS で、まあ、結局認知を拡大することで、お金をかけずに集客することができるっていうのが、これがもう、一昔前ではありえないぐらいの革命なわけですよね。もう10年前とか15年前っていうのはフリーランスが稼ぐなんてほぼ不可能だったと。はがきとかダイレクトメールっていうものを、まあ、一通送るのに100円かかったりする。だからめっちゃ広告費をかけないといけない。テレビ CM 打たないとお客さん集められない時代から SNS が到来してきたことによって個人でもね、無料でインスタ使えるわけじゃないですか。それで情報発信してお客さん集めて売り上げを上げることができる。これはヒットコンセプトで SNS 主義が完成すれば、まあ、SNS 経由で物が買ってもらえるようになるということなんですけども、しかしですね、これで一個気をつけてほしいんですよ。僕がいつもインスタっていうふうに言ってますけども、インスタグラムといえば、いや、修二さんとね、インフルエンサーにならないといけないんじゃないかっていう人多いと思うんですけど、違いますと。インフルエンサーになる自信ないんですという人もいると思うんですけど、そこはもう安心してくださいと。もう集客したいならインフルエンサーになるなって話なんですね。簡単に言うと。で、もちろん例外はありますよ。インフルエンサーでめっちゃフォロワーがいて、ね、例えば YouTuber で最近だったら、まあ、東証一部上場企業と提携してる、ヒカルさんとか、まあ、
YouTuber ですごいね、活躍されている人はいますけど、ほんの一握りですかね。で、基本的に、インフルエンサーっていうのは、自分のファンなわけですよ。だ自分のファンなわけなんですけど、自分の商品に興味があるかっていうと、またちょっと別なわけですよね。だ結構玉石混合だけど、めっちゃ大量に、いわゆるフォロワーが100万フォロワーいますとか、10万フォロワーいますみたいな、人がいるわけですけど、それだと逆に商品ってあんま売れないんで、インフルエンサーは別に目指せってわけではないんですね。逆に、1000フォロワーでもいいんですよ。3000フォロワーでもいいから、3000とか別に2ヶ月でいけますからね。濃い3000フォロワーの方が、玉石混合の3万フォロワーよりも価値ありますし、売り上げ上がるんですよ。それは、もううちの YouTube でアップしてるね、実績者の方々っていうのが、実際 Instagram のフォロワー数が、本当に数千フォロワーで月100とか200って売り上げ上げてるっていうのは、もう実際エビデンスとしてね、出してるんで、少なくてもいいから、やっぱ濃いフォロワー。で、やっぱエンゲージメント上げていけっていうのはすごい重要になるんですね。だから別に少ないフォロワーでも、しっかりと。そして顔出しできない方は、別にインスタグラムとかね、副業会社禁止なんですって場合は、別に顔出さなくてもいいんですよ。逆にどうするかっていうと、どうすればいいと思います？顔出しできない人。顔出しできない人は、でもやっぱり自分のファンになってほしいじゃないですか。だからどうするかっていうと、自分の似顔絵描いてもらいます。ね、まあ大体、ここならとかで多分5000円から1万かからないぐらいで、自分の似顔絵、SNS のアイコン用の。それだったら別に会社にバレる必要ないじゃないですか。で、まあビジネスネームで情報発信してとか、あとうちの卒業生で宮中さんっていう方で、彼ね、インスタで顔出しせずに、1年半かけて、7万フォロワー集めたんですよね。ダイエット系のフォロワー、インスタです。で、顔出し一切してないんですよ。で、そこのインスタから LINE に集めて、そこからの販売で、年間3800万売ってますから、ね。まあ、顔出ししなくても、まあ、全然できる。まあ、あと特殊なスキルもいらないよね。で、少ないフォロワーでも濃いファンを獲得することで、SNS で影響力をつけていけば成功できると。で、逆にですね、じゃあ今日集客について結構知りたい方多いと思うんですけど、ブログ集客とかメルマガどうなのかっていうと、メルマガもし今やってるんだったら、メルマガやりながら LINE やってください。で、うちの生産はメールマガジンもっとやってて、メルマガとかブログ集客の塾で習ってて、でも結果出ずにうちに来た時に、メルマガ捨てて LINE に切り替えたら、それだけで売り上げ 1.8 倍になったりしてるわけですけども、やっぱ LINE は絶対やった方がいい。で、メルマガは基本的に必要ないかなと思います。新しくやる人はね、メルマガはわざわざ今から始める必要はないと。で、ブログ集客に関しては、これは長期戦でやるんだったら効果はあるんですよ。だけど、フリーランスとか資本力がない個人が最短でまず結果を出して、やっぱお金稼ぎたいわけですよね、皆さん。ね、1年後に月に10万稼げますとかじゃなくて、やっぱできれば3か、まあ今すぐとまではいかないまでも、3ヶ月後とか半年後で月に30、40、50ってやっぱ稼げるようになりたいと思うんですよ。ってなった時にやっぱもう SNS の一点張りで OK。で、ブログ集客は育つのにまず1年かかるんですよ。うちもね、SEO 対策とかうちは会社なんでやってますよ。うちは会社なんでホームページもあるし、電子書籍の集客もしてるし、Google 広告もやってるし、YouTube 広告も全部いろいろやっても17個ぐらい媒体張り巡らしてやってますけども、一番最初は僕らも SNS でうちの会社スタートしてますよ。最初はもう僕は SYK を作った時っていうのは、もうインスタグラムとフェイスブックのこれだけで、最初はだって、まあ資本金一応入れてましたけど、まあできるだけやっぱお金かけれないわけですよね。で、SNS でまず集めて、そこで僕らはインスタのね、まあ代行を販売してたんで、まあ代行を結構こうやって営業して、で、それでまあ大体月に200万から300万円ぐらいの売り上げを作っていって、そっから売り上げがある程度大きくなって、余裕が出てきてから僕はブログを始めたっていう形になるんで、まあ、ブログ集客は本当優先順位も後で OK です。で、ホームページも後。ね。ホームページも後で全然 OK なので、まずはもう SNS の一点張りでやってほしいなと思います。もうここのやっぱ一点突破ですね、突き抜けられるかどうかっていうのは。で、SNS でね、商品が今どういう風な形で売れていくのかって話もするんですけど、各ね、これはユーザー数のデータになるんですけども、LINE のユーザー数っていうのが今日本国内でもう8300万人をもう超えてます。LINE 社の発表によると8300万人を超えてる。で、Twitter も今4500万人、5000万人ぐらい今いるんじゃないですかね。で、Instagram 3300万人です。これ日本人ですよ。で、Facebook 2800万人。もう基本的にこれ延べで言うとですね、被ってる人もいるけど、延べで言うともう1億人超えてるわけですよね。この割合でいる。もうほぼ全員、まあもちろんね、0歳の赤ちゃんとか、80歳、90歳、100歳のおじいちゃんおばあちゃんが、SNS 使ってるか、インスタ見てるか、ストーリー上げてるかって、それは使ってないんですよ。だけど、20代から60代前半、基本皆さんの見込みのお客さんになる人ってみんな SNS 使ってます。だから、これからの時代って SNS 発信する。で、これからね、やっぱ Google からタグの時代ってね、言われたりもしてるわけなんだけども、Google で何か物を調べるっていう時代かも、インスタしちゃいます。僕とかも結構旅行行く時とかも、沖縄のブセナとかもやっぱインスタで見て調べてったんですよね。
インスタで旅行先も調べるし、あの脱毛どうしよう、やっぱインスタで先見るわけですよね。なんでかっていうと、あのインスタの方がそれにハッシュタグつけてるからリアルな人のお声とかも見れるわけですよ。そこの例えばサロンに行った人の直のお声だったりとか、お店の雰囲気とかも全部ビジュアルの写真でわかるから、僕は Google よりもむしろインスタの方がそういう場合は調べたりしますね。あと、Google で、例えば会食で使うね。じゃあ先輩の K さんと、じゃあ今会食しますってなった時に、お店知る。まあ、Google で調べた後にインスタでももう一度チェックするみたいな。基本的にみんな SNS は一回くぐるんですよ。で、実際ね、SNS の情報を元にして、どれだけの人が今買い物してるのかという、これ実際データ出てるんですけど、例えば、女性だったらコスメだったりとか、まあ、チークとかも何でもそうなんですけども、買い物の時に SNS の情報をどのぐらい影響を受けてるかってアンケート。であったときに、かなり影響を受けるが赤ですよね。で、ピンクはまあまあ影響を受ける。まあ、基本的に、過半数の人、どの世代も、まあ、15歳から38歳の場合は、もう過半数がそうなわけですね。影響を受けてる。で、38から53の人でも、大体まあ3割近くはもう影響を受けてるわけですよ。で、買い物のときに、最も強く影響を感じていると、感じる SNS は何かというと、やっぱインスタグラムが結構強いわけですね。で、まあ、38から53の人たちに対しても、まあ、大体 LINE と Instagram でも半々を占めてますと。まあ、これぐらい購買に僕らは影響を受けているっていうわけなんですよね。だからあれですよ。皆さんなんか、Amazon で、物をね、買ったりとか、日用品をね、薬局で買ったりとか、まあ、皆さんいつもしてると思うんですけども、皆さんがその手に取ってるものっていうのは、直接 SNS で物を買わなかったとしても、一週間前に SNS で見てたりとかね。で、それを薬局に行った時にも、あ、そういえばこれ、あの人がインスタで紹介してたやつだから買おうとかって言って物を大体買ってるわけですよ。だから、SNS 経由でそれを起点として物を買ってるっていう、これ実際データが出てるんです。これ7割はもう SNS でもう購買が僕らも左右されているっていう風な今時代になってきてるわけなんですね。例えば、まあ、今ちょっと物の場合でしたけど、僕の場合とかだったら、僕は結構広告もかけてるし、YouTube もやっぱやってるわけですけども、Instagram で北野さん投稿見ましたとか、Facebook 広告で僕を見た後に、一回インスタで僕のこと調べるんですよ。で、YouTube で調べるんですよ。で、一回そこくぐって、そこからやっぱ LINE 入ってくるとかね、結構あるんですよね。お客さんに実際これアンケート取った結果なんですけど、それぐらいその SNS ってのは皆さんにとってもこれから看板であり、名刺であるってことです。